Yeah. Just go. みんな戦ってるんですよね。ただ楽しいだけじゃないですよ、やっぱ演じるってことは。舞台やってる時と映画やる時とまた違うんですよね。それ実は稽古も楽しいんですけど、舞台上の2時間に3時間っていうのは、うん、生きてるんですよね、本当にそこはね。いや、あ、目玉焼きでよかった。スクランブルもない。いや、目玉焼きで。オッケー。うまい。今日はじゃあ一日仕事？そう、これ終わって稽古。稽古だ。舞台の。なんかこう幕があるみたいですね、こう空間の幕が。東京にこうバリアっていうか、新幹線とかのとこバーンって突き抜けてこうどっか出てくみたいな。フォトジェニックですね。夜の方がやっぱりそのこんだけ光使ってるから、やっぱり写真とかも撮ってると楽しいですよね。基本的にありふれたわけじゃないですか、情報が。今ね、ちょうどみんな窮屈なんだろうな、窮屈だし僕もって思っちゃうし、なんでこんな広いしたくさんあるのに窮屈なんだっていうことですね。デジタル世代ってのはきっと。24時間の人は芝居してると思います。人はみんな生きてたらみんな演技してるから、そう考えると簡単だなと思う。ちゃんとまあ心が動いてれば演技なのかなとも思うし、いい仕事なんですよ。なんでかって言ったら死ぬまでできるから。